風。ジェイコちゃんのおじいちゃんが亡くなった。斎場に親族一同集まって、おじいちゃんが焼かれるのを待っていた。でもその間、みんなでお茶を飲んだり、大人たちとおしゃべりするのが退屈なので、お父さんと一緒に斎場の前の広い駐車場に出て、ボールで遊んでいた。お父さんが高く投げたボールをポンと受け取ったジェイコちゃんは、空を見て、あ、おじいちゃんだ、と言う。え、おじいちゃん？おじいちゃんはもういないんだよ。ううん、おじいちゃんがあそこにいるよ。ジェイコちゃんは空を指さす。お父さんがその方向を振り返ると、火葬場の煙突がある。その煙突から白い煙が風一つない空に向かってまっすぐに伸びている。ジェイコちゃんはどうやらその煙をおじいちゃんだと言っている。ほらほら、おじいちゃん。見ると、まっすぐ伸びていた煙の途中が、ぽわっと大きく丸い形に広がっている。そしてそのまま空へ上がっていく。あ、おじいちゃんがバイバイしてる。その時、風が吹いた。煙が揺らぐ。空に向かって叫んだ。するとその言葉を聞いたかのようにピタッと風はやみ、丸い煙はそのまま空へと昇っていった。お父さんはそれを見て目頭が熱くなったという。